サンティアゴ・エスケーロ・マリンは、スペイン・カラオラ出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。ポジションはフォワード。7シーズン在籍したアスレティック・ビルバオでは300試合近い公式戦に出場し、2005年から3シーズンは FC ・バルセロナでプレーした。現役引退までに、リーガ・エスパニョーラで13シーズンプレーし、278試合に出場して55得点を挙げている。 初期の経歴ラリオハ州からオラに生まれ、CA オサスナの下部組織で育った。18歳だった1994年にトップチームデビューし、1996年夏までに西軍ダディビシオンで2試合に出場した。1996年夏にアトレティコ・マドリードに移籍し、9月21日の CD ロングロニエス戦でプリメーラディビシオンデビューを飾ったが、 主にアトレティコ・マドリード B の試合に出場した。1998年1月、出場機会を求めて、RCD ・マジョルカにレンタル移籍すると、1997から98シーズンのコパデルレーで準優勝の好成績を残した。アスレティック・ビルバオ1998年夏、アスレティック・ビルバオに移籍した。初めて UEFA チャンピオンズリーグに出場し、 リーガイスパニョーラのフォワードとして、最も有望な選手の一人という評価を得た。2005年4月9日、レアル・ソシエダとのバスクダービーでは特筆すべき得点を挙げた。2004から05シーズンの UEFA カップのスタンダール・リエージュ戦で、ハットトリックを達成するなど、同シーズンは公式戦、通算47試合に出場して19得点を挙げた。7シーズンの間プレーし、 アシエルデルオルノラと共にチームを支えた。FC バルセロナアスレティックビルバオとの契約延長交渉が失敗し、2005年6月、FC バルセロナと3年契約を結んだ。契約満了による移籍のため移籍金は発生していない。しかし、2005から06シーズン前半戦の 出場機会は限られ、2006年1月には、フルスのアスレティックビルバオが、レンタルでのチーム復帰を模索した。2007年夏に、FW テイリアンリ、FW ジョバニドスサントスなど、実力のあるフォワードが加入したことから、戦力外扱いを受け、フルスの CA を指すな、アスレティックビルバオ、イングランドのエバートン FC などが獲得を狙ったが、契約には至らずに、 FC バルセロナに残留した。事実上、2007から08シーズンはシーズンを通じて戦力外扱いだったが、2008年1月のコパデル a ディアルコヤーの先セ,セカンドレグでは2得点している。3シーズン在籍してリーグ戦での出場機会はわずか24試合だったが、UEFA チャンピオンズリーグを含めて数多くのタイトルを獲得し、 この3シーズンは有意義な期間であったと発言している。CA オサスナ復帰2008年7月には契約満了により FC バルセロナを離れ、7月後半にはフルス CA オサスナと2年契約を結んだ。2008から09シーズンは怪我に苦しみ、さらにホセアントニーオカマーチョシン監督の戦術への適応に失敗した。シーズン最終節までの18試合は、 出場機会がなく、シーズン終了後の数ヶ月間は、新しいクラブを探していたが、どのクラブとも契約を交わすことができずに、現役引退した。1998年9月5日、UEFA 欧州選手権2000予選のキプロス戦で、スペイン代表デビューした。この試合が最初にして、唯一の出場となった。ありがとうございます。